夏休みっぽいことなんか一個したいって言ってさ、海に釣りに行ったのね。友達何人かと行ってさ、でみんな釣り初心者で釣り竿なくてレンタルできるとこいたの、あの海だけど、で借りて、で俺だけ家になんか安い竿あったからそれ持っていくからいいやってこれでやるって言ったんだけど、うん、で俺だけ自分のやつ持ってって、糸とかもなんかあったやつこれで間に合うでしょうみたいな感じで持ってってさ、行ってもうレンタルだからみんな借りて餌パーってやってすぐパーってやりだしたんだけど、俺だけ付け方が縛り方がさ、うんうんうん、初心者すぎて分かんなくて、できるもんだと思ったらね、結構最初にやった時にスポーンって一投目がスポーンって抜けて仕掛け飛んでっちゃったから、あ、これまずい、ちゃんと縛らなきゃと思って YouTube 見ながらこうやって海でめっちゃ日焼けしてる、熱いよで、それが全然うまくいかなくて難しいんだよね。そう、あ、そうなんだ。紐の前の時はお絵かくに多分やってもらったんだよね、これやっ、ここ縛ってとかやってって、でそれ行ってから気づいて、あ、俺できないんだ何にもと思ってさみんな釣りやってんのにずっとこれみんなも手伝ってくれるじゃん。みんなできないのさ、わかんない。あ、でもできてんだ、あれもうレンタルだから。ああ、もう用意してやってる。でも俺持ってってこれやってくださいっていうわけにいかないから、なるほどね、苦戦しながらやってさ、結局その日一匹も釣れなくてさ、坊主で、おのれがみんな、うん、そこみんな、みんなで、そこの防波堤でものすごい家族連れいっぱいいるんだけど、うん、2人ぐらいしか釣れてないよね、朝から5時間ぐらいいて、へー、誰も釣れてない、今日はダメだって言って、ね、うん、でそのレンタル返しに行った時にさ、あの日陰でおばあちゃん と、お嫁さんなのか娘さんなのか分かんないんだけど、うん、いて、でずっとこう子供が多分釣りやってるのを待ってるんだけど、おばあちゃんずっともうね、ああ大変そうだね、すっごい暑い日だったから、うん、辛そうだなと思って、うん、あーって言って、でなんか喋ってるんだけどあー、もうまだかな、もうそろそろまだ、もうそろそろじゃない、ずっとばあちゃん、あー、で本当に帰りたいんだなと思って、うん、そしたら、いや、もうそろそろさ、お酒飲みたいんだ私って、朝だよ、もう結構朝だね、お酒飲みたいからもうそろそろ行かないって、そっちなの ね、のどぐろ釣れなかったの、ね、のどぐろって そんなとこで釣れないでしょ、ね、そうなのこの間ユニクロの前ちょうど歩いてたら、うん、おばあちゃんがと娘さんが歩いてきて、うん、おばあちゃんがのどくろの言い方で、うん、ユディグドって言ってた。ユディグド行くって。ユディグド行くって。夏っぽいことしました。あ、だって秋田遊びに行ったんでしょ。秋田行った。あの、海でね、キャンプしたんですよ。俺も、あの、ザザーンで起きるっていうのが夢で、うん、最近の、うんうん。東京とか、ここら辺はね、絶対海でできないの。止まっちゃダメなの？禁止なんだ。あ、そうなんだ。ほとんど禁止。海でキャンプできるってことほぼないんだよね。あ、そうなんだ。で、秋田行った時にちょうどたまたまもうオフィシャルで OK なとこがあって、うん、そこでキャンプしたんですけど、うん、暗くなってきて、怖い話はすごい。何怖い、蚊みたいな音がしたから怖かったよ。はい、フィッシャー今から怖い話怖い話ですぐなんか盛り上がっちゃって、うん、なんかうわ怖いみたいな感じになって、でじゃあ寝るかっつって寝たら、でそれはなんかザッザッっていう音でが聞こえてくるわけ、うん、えっと思って、ちょっと薄暗いんだよ、まだ朝じゃない、薄暗い、ザッザッザッって、もう気にしない気にしないって寝てて、そしたらザッ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 ってなんかすげえ数が増えてきたわけ、うん、でまあ別にオチは、あの釣りの人だったんだけど、あ、なんだ、そう、あのそこがなんか釣りのメッカっつうか、すげえとこらしくて、朝起きたら。私誰かの朝練なのかと思ってた。違う。30人ぐらいボーンって聞いて、こうやって、やつ。私はお墓参りに行った。夏っぽいこと。うん。へえーと思って。お墓ってここ開くんだ、みたいな感じだった。え、マジ知らなかった。開けて覗いてなかった、知らなかった。誰か。知らなかった。あ、そっか。確かに言われてみたらそれだ。それごっつぇ。翔太。確かにそうだね。翔太そこ開けてたわ。でも全然なんか、リアルで開けてるとか、あんま私見たことなくて。墓でしょ、墓。どこ開くの？何々K とかのところ。え、マジ？そう、あ、なんかこう、ドーン。どん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 みたいな、この2段目ぐらいのところがずさーってちっちゃくちっちゃく重いんだけどずさーってずらすと1000個入ってんの、名前入ってないの、名前そこに骨とかが入って、なんか入ってた、なんか入ってた、いや、あ、そっか、それは残すか、そっか、でもなんかが入ってた、ほんでその
誰か住んでんじゃない。いや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 、そんな大きくないもんね。ほんでそれなんでそこ開けたかっていうと、そのなんだろう、本当はどうかわかんないけど、その穴の中にこうお線香をこうやってやってあげると、そのあのま、なんちゅうの、眠ってる人が喜ぶよっていう風に、うちの、繋がってんのかもね。うちの、おじいちゃんが言ってたって言ってたかな。で、それを親戚がこう、守ってて、それをやってるんだけど、マジそこ開くのと思って。すげえびっくりした。初めて知ったかもしんない。そう。で、ね、知らないよね、意外に。開くんだね。そう、そう。でも、そう、開かないとだってどうやってって今まですごい不思議に思ってて、いろんなことを。あ、そうだね。そうでしょ、次の人でしょ。そう、次最初の人はもうドーンで、そう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 、次の人ね、そうそう、次の人、次からこうするわけじゃないでしょ。そのためにこう、じゃあそうだね、うん、じゃあ入ってんだ。そう、俺なんかこう最初のこのここがこうやって開く、こうなんかこうパタンパタン、ちょっと倒しといて、ここにこっちでこう押さえて、でここの隙間からなんか金糸、洗濯機、洗濯機の下掃除するみたいな、金糸、金糸、そういうへーみたいなことがあったりとか、あとなんかそのさ、他に入ってる人をさ、私は知らないわけじゃん、うん、もう何代も何代もずっとね、だけどほらもうすごい昔の人だからさ、戦争で死んでる人とかね、亡くなってる人とか、もう小さい時にね死んじゃった子とかさ、昔だからいるじゃんかね。でそのデータを持ってるわけですよ、そのうちの親戚はね、ここにはどんな人が入ってるよって、うん、自分直接知らないにしても、うん、だからその人たちに合ったお供え物を買っていくっていうので、そのスーパーに寄った時にあの軍人さんにはお酒がいいとか、で、あのちっちゃい子たちはジュースがいいんじゃないかってなった時に、そのジュースの銘柄で揉めるっていうか、コーラがいいんじゃないのかとか、リンゴジュースがいいんじゃないのかって言うけど、もう全員、あの時代コーラ炭酸はきついんじゃないか、全員死んでるからわかんないけどね。真面目か真面目なのか。そう、あの、あいにくの大雨だったけど、ね、あ、雨だったの。そう、あ、でもね、おばあちゃんのお墓に行った時はその日天気予報朝から雨だったんだけど、もうね、お墓参り行ってる時だけ晴れだった。 うちのおばあちゃんあれだから、あのもうさ、ほら94とかで亡くなったから、あの割ともうさ、よくあるあるだけど、お年寄りはさ、もう自分が亡くなる前とかさ、もう何年も前からさ、もう早くゆっくりしたいみたいなこと言ったりするんじゃん。で、そういうののなんか発言の中で、ババは空に行ったらみんなのこと見てるからなって、こうみんなのことみんなのこと守ってるからなみたいな感じの人だから、いい、ね、そうだから、なんか晴れてたのも、あ、なんかばあちゃんありがとうみたいな気持ちだったけどね。うちのばあちゃんもう死ぬ間際ぐらいになってから、10年ぐらい前からかな、もう早く行きたい早く行きたい、うん、いうのに母ちゃん曰くね、うん、そうやっていつも言ってんのに病院行くんだよね。いや、いいでしょそれは。お母さん、まあそうだね、病院行くんだよねってひどい。母ちゃん悪いな。悪いやんちゃで。いい夏でした。はい。いいですか、お知らせに行って。はい。はい。ここの。俺の夏休みは聞かなくて。あ、どうぞ。ごめんごめんごめん。僕の夏休み。ダイジェストで入れとくわ、ダイジェストで。ここに。ダイジェスト。何もやってない、何もやってないからいい。そうでしょ、何もやってない。何もやってないでもない。昆虫展を見に行ってる。あえてそっとしといたんだけど。今月のライブは、ザ・ボーイズ&ガールズと、2、ツアーに連れてってもらうっていうか、名古屋と大阪一緒にやります。うん、9月の19、大阪、あ、じゃあは、19、名古屋、20日、大阪、2日連続、とても楽しみな、あの、うん、ね、台湾の方々もいらっしゃいますので、どうぞどうぞどうぞ、皆様遊びに来てください。ではまた、お呼びしよう。あらー、おめでとう。あ、マジで。あれれれれれれ。あ、あったかたでありがとうございます。お、それ。草屋です。やだー。いや、やだー。今開けたやめろ、マジでやめろ。ありがとう。われるすげえな。マジでやめろ。うまそう。え、クトータンの草屋。草屋のあれはある、ちょびっとだけなんかこう草屋風のやつ
ちゃんとしたじゃないんだね。ちゃんとあのなんだか島のなんだか島じゃないか、島のやつだよ。あのでもねそれもう焼いて真空パックしてるやつだから、うんうん、それほど大丈夫みたい。あの家でチャレンジ。うん。うまそうだね。美味しい。俺も食べた同じの。あれやって YouTuber みたいに、じゃあ今からこれ開けて食べたら動画撮ってみたいと思います。うん、くせっつって。あ、そんなに辛くない。まあ、一口目が開けるな。いやいや、真空パックだから大丈夫。一口目があれだけど。すごい。この状態です。ほら、だから死んでる。する？鼻つけたら。鼻臭いジャンルが分かんない。うんちなの、うん、ねえ、それさ、それ違うわ。パッキンパッ、あ、そっか、するときにパッケージの匂いかな。パッケージするときに触った手で触ってんでね。これさ、これが唐揚げくん臭い味の、マジ。あ、でもね、一口目がちょっと香るけど、うん、あとはね、旨味ばっかり。鼻バカになって一撃で鼻やられてる。いやいや、あるよ、薄らあるけど。でも、うん、もう焼いてるやつだからそんなに、ね、今感じた感じなの、臭さやって。多分そうだと思う。やだー、すごくやだ。すなわち、この匂いでしょ。ありがとうございます。おめでとう。何歳ですか？42歳になろうとしております。おじさんね。あれ、おばさんとおじさんしかいないんだから。うちのバンドは全員おばさんだよ。